日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ちな家康河原葵大丸どうするせんべいというものを食べたいと思います。いわゆる河原せんべいというものですね。こちらこの商品ですね。こう自分が高校時代お世話になった恩師の先生がなんかその後も放り続けてるんですけど、静岡に浜松に行って買ってきてくれて送ってくださってありがとうございます。静岡から自分はまだ一回も行ったことないんですけど、また行ってみたいですね。大河ドラマで舞台か何かになってるのかな。自分もう最近はもうテレビ自体もほんと見ないのでわからないのですが、これどうやって開け、どこで開けるんだ。こうかすみません、ちょっと手をこずってます。中にはこの丸いのが2枚、四角い小型が3枚入っています。まずはこの四角いまさに瓦という形をした小型から食べていきましょうか。小さいというか薄いものが2枚重なって、断面はどうなっているのかな。お、やっぱり瓦でもせんべいは簡単に割れますね。まあでかい、でかくてなかなか噛めないようなせんべいもあると、それこそ子供の頃テレビで見たことがありますが、まあどんな味なのか食べてみますね。それではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ええ、バリバリという音が聞こえてきてとっても美味しいですよ。静岡県のお菓子というと自分はあのお菓子を想像するのですが、こういうお菓子もあるんですね。あら、そのお菓子っていうのは一体何なの。あら、そのお菓子っていうのは一体何なの。ねえ、教えてくれないの。ええ、それはいつか自分で行って食べてみたいと思っていますので、その時が来ればいいんですけどね。だけどそろそろ復活させていきたいんです。先日三重県にも行きましたし。いい出かけ先ありましたら教えてください私に。さて、河原せんべいの詳細なレビューはこの後すぐにやりますよ。ごちそうさまでした。ですね、せんべいと言いました。いわゆる米菓子ではなくて、ちょっと小麦粉と砂糖を混ぜた粉を薄く焼いた、あのタイプのお菓子でしたね。で、瓦は結構薄めなので、パリパリあっさりと噛み進めることができて、甘さがじゅわっと広がる。一方の大丸は、大丸、あの大きい丸の方は、生地に厚みがあるので、バリッバリッという心地よく割れる音が聞こえてきて、甘さも少し強めだった気がしますね。気楽に食べたい時は薄い瓦、ちょっと豪快に行きたいという場合は大きな丸の家紋が入ったタイプがおすすめです。まあ全部袋に入ってるので食べるのに苦労するってことではないですけどね。それでは今日食べたこちらの瓦焼きでしたね。は、どちらもそれぞれ個性があって美味しかったので5点とさせていただきます。それでは、雷よ兵士の頭を狙い撃て。いやいや、それで終われば苦労しないっての。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞、終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それでは、さようなら。